はい、ミンゴルファー雪村です。今日は1月の22日月曜日、午前中に引き続きですね、ランキングトーナメントに参加していきたいと思います。2回やりまして、2回目は 18,990 ということで、今から3回目のランキングトーナメントの参加ですね。ですね、とりあえずボーナスポイントを伸ばすということを目標にしますので、服装もですね、レーシングスーツから、ボーナスポイントの高い、スーツに、スーツと言いますか、まあ、服装に今交換しました。ので、ジャケットですね、このジャケットにフォーミングがついているということで、基本フォーミングで、狙っていきたいと思います。風もそんなに吹いていませんので、しっかりとここでですね、ホールインワンを取っていけたら、まあ、まずいいかなということで、フォーミングで狙っていきます。まあ、常にどのホールでもチップインないしホールインワン狙っていくんですけどもね。はい、ここもですね、距離が、お、来ましたね。おー、3回目の挑戦にして一番最初のホールでホールインワン来ました。こう来ましたね、ホーミングでホールインワン、素晴らしい。アルバトロスということですよね、星印です。まあ、ホールインワンなんですけど、3アンダー達成ですね。いきなり、のっけから来ましたね。いや、今日の午前中の動画で、まあ、どこかのですね、コースで、まあ、ホールインワン、または、チップインイーグル、よろしく、すいません、チップインアルバトロスですか。が、まあ、取れるような気がするっていうふうに、まあ、言っていたんですけど、まさか月曜日から取れるとは思いませんでしたね。まして、ボーナスポイントをとりあえず伸ばすということで、まあ、狙うプレイというよりも寄せるプレイということで、望んだ最初の、午後からの最初のですね、トライだったんですけど、まさか一番最初のホールで、ホールインワンが来るとは思いませんでした。嬉しいですね。ということで、まあ、状況的にはですね、まあ、スマホよ止まるなっていうのが一つ目、そして二つ目はですね、何としてもここでイーグル、そして最後のホールでバーディーを取らなきゃいけないという、この、なんていうんですかね、プレッシャーというか緊張感ですよね。はい、二番目のホール、ここもですね、しっかりと門松くん、ブレずにですね、来ましたね。さあ、集中集中。さあ、今度はフォローですね。フォローで、中かな。はい、ここもですね、フォーミングで狙っていくというか、寄せに行くという打ち方をします。はい、じゃあ次、今右に出ましたね。やはり、門松くん、たまに出ますね、このブレ。もうちょっと、今回はブレないでほしい。うわぁ。3.3 メーター。さあ、どうだ。うおぉ。緊張するなぁ。このスライス。8センチ上がり、このくらいでいきます。結構傾いてんだよな。うわぁ、あぁ、狂った。なんだこれは。入ったのか入っていないのか、入れ入れ、入った。すごいな。これ初めて出ました。こんなことがあるんですね。もうあれで止まったらもう涙もんですけど。ああいうエフェクトになった場合は入るということなんでしょうか。うわー、ヒヤッとしました。もうまず入らんと思ったんですけど、くるくるになってくれたおかげで、ちょっと可能性が出たんですが。その後止まりましたよね。くるくるからの入らない、または入るはよくあるんですけど、止まるっていうのはびっくりしましたね。あるんですね。いやー、しかし、緊張しますね。さあ、最後のホール向かいます。ここでバーディー取れれば6アンダー達成ということで、ほぼほぼ今週の目標である3000イン切りは間違いないんじゃないかななんて思えて、来るようなスコアになるんですけどね。さあ、慎重です。まあ、ちょっとあまり喋らずにちょっと頑張ります。ちょっと上げてますもんね。
どうだ。いいね。まずまずですね。はい。で、2メーターです。もうこれもう完全にバーディー安全圏内におります。もう5ホールまっすぐですね。はい。6アンダー達成です。先週苦労して苦労してですね、この、まあ、物理的に取れるスコア以上に行くためのトライをですね、どうでしょう。先週、結局、60回ぐらいランキングトーナメントやったんじゃないかなと思います。チケットパックも結構買いましたからね。まあ、それでも、買いもですね、チップインが出なかったっていうことだったんですけど、今週に入って、いきなり月曜日からですね、しかも3回目のトライで出たということで、まあ、びっくりしておりますが、いやー、6アンダー取れました。あとは、これでランキングが、まあ、どうなのか。まあ、まだ月曜日の、まあ、昼過ぎなので、まあ、なんともまだなんとも言えないところだと思うんですけども、まあ、この段階のスコアはちょっと早くみたいですね。はい、1位でツアー終了でございます。はい、お疲れちゃんです。21,194 のボーナスポイントですね。ですね。はい、ということで、1番目に入り、ランキングが137位ということですね。一番最初のランキング確定で137位でスタートするというのは、まあ、初めての記録じゃないかなというふうに思うんですけども。これちょっとまだ何とも言えないですよね。月曜日のまだ夕方なので、まあ、このままもし放置でも、まあ、3000以内はなんとかキープできるんじゃないかなと思うんですが、まあできればもう1アンダー伸ばす、もう一つスコアを伸ばすというプレイも同時にやっていけたらなと思いますが、いやー気が楽になりましたね。いきなりもう月曜日から、3000円切りのですね、プレッシャーからほぼほぼ解放されたような感じで、ちょっと嬉しいんですけども。まあでも17アンダーも目指していくプレイもしていきたいなと思います。まあやはり今回は、最初のホールが一番狙いやすいのかなっていう気がしています。まあ、ピンの位置によもよりけれどと思うんですけども、風の強さはそんなになんか3つのホールとも変わらない感じですよね。最初のホールでも3メーター吹いてる時もあれば、一番最後のホールでも3メーターの時もあったりしましたんで、過去風の強さは、こう、ホールを追うごとに強くなるっていうパターンは今回あんまりないような感じがします。ので、一回一回本当なら風の強さを読んで、まあ、望んでいく。または、風読みのスキルをつけて望むっていうのが、このマシンじゃないかなと思いますね。はい、こんな感じで、まあ、雪村でもですね、6アンダー取ることができました。おそらく皆さんもですね、今回の、レギュレーションであれば、何回かやればですね、6アンダーは取れる時が来るんじゃないかなと思います。まあ、先週たくさんやっても取れなかった。でも今回は、なぜか初日で取れたっていうところを見ると、まあ予想通りスコア伸びていく週じゃないかなと思いますので、皆さんもですね、今季よくランキングトーナメントに参加していただければなと思います。はい。では、ご視聴ありがとうございました。皆さんも頑張ってください。ゆきまでした。